ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。このチャンネルはサガントスガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のテーマは先ほど終わったばかりのサガントス VS 鹿島アントラーズの感想会です。いやー、やりました。ナイスゲーム、やりました。サガントス結果から申しますと2対1勝利。いや、今季初逆転勝利ということで、上位直接対決叩きましたけれども、今のお気持ちを。いやー、もうこの勝ち点差は大きすぎる。ましてやね、ここ絶好調で来てた鹿島を倒してのこの勝ち点差、でかすぎますね。いや、本当にもうこれがやっぱり今年の年なんですよ。まあ、先制された時はどうなるかと思いましたが、うん、まあ、ちょっとじゃあ前半から振り返っていこうかなと思うんですけど、はい、前半立ち上がりはどうでした？まあ、立ち上がり含め前半、まあまあお互いチャンス作りながらも、どっちかっていうとトスの方がいい流れやなっていう思ってましたね。まあまあ、やってるサッカー自体は悪くは全然なかったというか、両サイド、あのプレビューで言ってたサイドチェンジとかな、長いボールとか使いながら結構チャンスクロスまで持っていくシーンは持っていけてたからな。うん、その他の今までの試合に比べてだいぶサイドチェンジの意識は高く見えましたね。まあ、ただ前半14分ですかね、松村選手、うん、まあ一瞬の隙をついてと言いますか、早いスタート、リスタートからのあのゴール、どうでした？いやー、もう決められた時は言葉が出なかったですけど、はい、まあちょっと不運やなっていう。うーん、まあ当たってたからね、うん、あのしかも当たり方でさ、内ポスト当たって入るってある？まあ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 、確かにちょっとね不運やったところはありましたね。まあでもそのまあ鹿島のね、その一瞬の、まあ、抜け出しと、うん、なんか完璧に崩されたっていうよりはちょっとね、まあ、その跳ね返り含めあーっていう感じでしたけど、まあ、ある意味あそこ一瞬の隙をついた、まあ、鹿島のある意味鹿島らしさみたいなところが逆に出てたのかなっていうシーンではあったかなと思うんですけど、ただ後半5分山下選手の同点ゴール、はい、どうでしたか？いや、前半からね、中野義弘選手が、はい、この試合僕個人的に今までで一番いい印象があって、はい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 、その中野選手の仕掛けとクロスから、うん、うんうん、ゴールが生まれたってことで、はい、まあ、そうです ね、いろいろまあ起用されながらも今まで結果がなかなか出てなかったんで、はい、まあ、これキーパーが一回弾いてるんで数字にはなんないかもしれないですけど、うんうんうん、そのゴールの起点を作ってくれたら本当に良かったと思います。いや、監督がね期待してるっていうところはね、スタメンから出てたっていうところですごい伝わってたんで、うん、まあ、あとは結果だけっていうところで今日は素晴らしい活躍でしたね。ちょっとねこれまでうんっていうパフォーマンスもあったから、うん、今日のこの、まあ、まあね、うん、出来はすごい良かったんじゃないですか。いやー、貴重すぎるでしょう、この同点ゴールの、まあ、アシストというか、あの仕掛けは、うん、はい、で実際決めた山下選手もいいポジション取ってましたね。やっぱりね、ホームで強いですね、はい、いやいやいや、今シーズン8点目ですよ。すごいね、2試合連続これはもう林もちょっといよいよ焦ってるんじゃない？まあまあ、チーム内でね、いい競争ができてるっていうのは本当ポジティブなポイントですけれども、うん、まあ本当に今日はこの同点ゴールは価値ありましたね。鹿島相手にこのままずるずるいくとね、守備も堅いチームなんで難しいところで、いい時間帯に同点できたっていうのが大きかったですね。しかもね、まあ前半早くに取られたっていうのも今までなかったし、うん、うん、多分それ、まあ、ビハインド自体が少ないねんけど、うんうんうん、追いついたことって多分なかったよね。ああ、はいはいはい、そうか。
だからまあ前半失点して時間がある中でもやっぱここ勝負どころというか課題やなっていうのがあったんで、うんうん、はい、うんうん、これをねまず同点できたとこっていうのが、はい、素晴らしい。そしてですよ、まあその後もねチャンスはいくつかあったんですがなかなかゴールを割ることはできなかったんですが、後半34分、樋口選手逆転ゴール。いやーもうあのコースしかないというような、先頭選手の落としも冷静やったね。あんだけねフリーでもやっぱり焦ってねシュート吹かしちゃう選手とかいくらでもいるんで、そういう意味では、うん、トスの10番冷静に逆転ゴール素晴らしいですね。いやーまあその前にねちょっとオフサイドのはい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 あって一回ちょっとあーってなってるところ、ああそうやったな、うん、もう一度押し込んでくれて、いやー素晴らしいですね。いやもうあれゴール裏の雰囲気とか最高じゃないですか。最高でしたね、はい、今日の試合見ててもそのねエドアルド選手とかもうすごい気持ち入ってたじゃないですか。いや入ってたね、もう絶対負けられへんと、うん、この上位対決制しましたけれども、はい、今日の試合改めて一番良かった選手マンオブザマッチとかどうですか。いや難しいよね、いっぱい良かった選手おるから。いや全員良かったよ確かに。いいのも銭湯も良かったし、いやいいのも最後まで走るね。いいの一本前半のあれ覚えてる？あれやろ、ディフェンス2人をかっさらってクロス上げたやつじゃん。そう間をポーンって抜いて、あれあれ良かったな、あれはスプリント回数いいの選手33回、今日ダントツです。おおすごいなといったところですけど、はい、僕は中野義弘選手で。おお期待に応えた中野義弘選手、ね、うん、2試合スタメンで出ててやっぱどんどん良くなってるというか、まあ期待値がね高いだけにどんどんそれに応えてくれてて、ちょっとね数字に表れてないけど、はい、これからもお願いしますということで。まあまあ夏はね特にあのサイドのポジションっていうのはやっぱ疲れますからね、小山選手といい競争っていうのは今後していってくれるんじゃないですかね。そうですね、小山選手もね全然決して悪いプレーはしてないというか、むしろあれですもんね、2点目の起点も小山選手ですからね、という意味では本当にあそこのポジション争いは熾烈ですね。マッキー的にどうですか、マンオブザマッチ。まあ、僕もね本当トスの選手今日全員素晴らしかったなと思うんですけど、やっぱりあの同点ゴールを決めてくれた山下選手、なるほど、もうねもちろんゴールはそうなんですけど、やっぱりゴール以外の前線からのね、まあ当たり前かもしれないですけどトスの選手としたら守備もやってくれますし、うん、長いボールで競り勝ってつなげますし、改めていい選手やなって今日思いましたね。うん、いや、やっぱあのやっぱ同点ね、うん、あの時間に取れたのほんまに大きい。はい、いやあれもね簡単そうに見えますけどポロッと足元に転がってきて意外と難しかったりすると思いますよ。シュートも結構ギリギリのコース飛んでたんで、うん、確かに。ただね冷静にゲット、今シーズン8点目、もう2桁間近ですよ。今後もねさらなる、まあ林選手で今日途中から出てきたドゥンガ選手とたりね、オフォエド選手といい競争っていうのをしてもらってどんどんゴール決めてもらいましょう。はい、といったところでまたちょっと次水曜日に札幌戦ですか。ですね、次回に向けてどうでしょう、簡単に。札幌もちょっと苦手なイメージがあります。あ、そうなんですか。今日ちょっ、札幌はエスパルスに2対0で勝ってるみたいなんで、まあ、勢い持って出てくるでしょうから。ただねトスもね当然勢いがあるんで、そうですよ、やってくれるでしょう。鹿島倒して札幌もそのまま勢いでいっちゃいましょう。いきましょう、アウェーですけど勝ち点3持って帰ってきてもらって、これからもどんどん上位に食らいついていきましょう。はい、ナイスゲーム、はい、期待してます。ナイス、本日はナイスゲームでした。最高、ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。